中にラジオが隠れてるってことですね、今の。あ、なるほど。
過ぎですね。で、桜の皮付きの絵ので八畳に区切ってあります。鏡天井言いましてね。今日がここ八畳の部屋です。この柱が南天。南天ですね。ここ柱。これだけ太いの南天は珍しいと思います。うん、のとこ柱ですね。これも珍しいと思いますね。で、こちらがそれぞれ土地の木で一枚使っておりますね。で、ここ左側はこう降りたように船底のように見えると思うんです。右は少し歩いたように見えると思う。真っ平らなんですね。確かに盛り上がったように見えますね。龍の文様になっておりますね。でご本尊の龍は位の高さ一つしか使えないらしいですね。三本尊は結構見ますけどね。それはあの昔イボ川でね、はい、あるいはそれだけ取れてたみたいですね。あ、イボ川でですか。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録押していただけると幸いです。それではまた。